はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。今回はスーパーファミコンのドラゴンクエスト5天空の花嫁の実況をやっていこうと思います。このゲームは1992年に、エニックスからね、発売されたゲームなんですけれども、実はね、このドラクエ5はですね、DS のリメイクの方はね、プレイしたことがあるんですけれども、このスーファミ版のね、ドラクエ5をプレイするのが、実はね、今回が初めてという形になるんですけれども、ちょっとしたね、戦闘システムとか、あとはとあるね、イベントの、登場人物が、大きく変わってくるんですけれども、大筋はね、そんなに変わらないと思いますので、そんなにね、迷わないで、やっていけるんじゃないかなとは思っていますけれども、いつものようにね、グダグダとした形にはなりますので、その点はね、あらかじめご了承いただければと思います。とにかくね、最後まで、頑張ってね、やっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では早速ね、プレイしていきましょう。名前を入れてくださいということで、今までね、ファミコン版の、ドラクエ3、4は動画の方でね、やったことがあるんですけれども、今回初めてね、自分の名前をフルネームで入れられますね。濁点が一文字扱いじゃないですからね。ゴンゲンと、これで OK かな。メッセージスピードは早いで大丈夫でしょう。で、音声もステレオで OK ですね。じゃあ、スタート。お、親父さん。そわそわしてますね。一週半ぐらいで、生まれるのかな。パパス様、パパス様、お生まれになりました。生まれましたね。そうか。パパス様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。うむ。ちょっと照れてるんでしょうかね。あなた、よくやったな。おうおう、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。もう命名してありますけれどもね。今考えてるんでしょうかね。よし、浮かんだぞ。トンヌラというのはどうだろうか。それはちょっとって感じですね。素敵な名前。勇ましくて賢そうで。でもね、私も考えていたのです。ゴンゲンというのはどうかしら。いい名前ですね。ゴンゲンか。どうもパッとしない名だな。この名前もですね、YouTube のチャンネルを開設するときにね、一生懸命考えた名前なんですけれども、パッとしませんかね。しかし、お前が気に入ってるなら、その名前にしよう。ゴンゲン、今日からお前はゴンゲンだ。あなたったら、5本。おい、大丈夫か。ということでね、始まりますね。お、ゴンゲンが泣いてますね。ここで、このドラクエのね、テーマが流れますね。飛ばしちゃってもいいんですけれども、せっかくなんでね、フルコーラス聞きましょうか。やっぱり、ファミコンのドラゴンクエストがね、初めての RPG だった、世代というか、私もそうなんですけれども、その世代にとってはね、このドラクエのテーマっていうのは、本当にね、思い入れのあるというか、いつ聴いてもね、いい曲って感じがしますよね。いかにもこう、暴言がね、始まりますって感じがしますね。いいですね。作品によってね、ちょっとアレンジがね、変わったりもするんですけれども、本当にね、今聴いてもいい曲ですよね。
いいですね。ということで、こっからがね、本当の始まりですね。じゃあ起きますか。お、ゴンゲン、目が覚めたようだな。はい。何？夢を見た？赤ん坊の時の夢で、どこかのお城みたいだったと。わはは、寝ぼけているな。眠気覚ましに外にでも行って風に当たってきたらどうだ。はい。じゃあ単数調べますか。お、薬草。パパスは？父さんはここにいるから気をつけて行ってくるんだぞ。了解です。あ、そっか、便利ボタンで話せばいいのか。お、樽がある。樽の中は？ここは何にもないかな。まあドラクエのね、お約束ですからね。まあ樽は調べていきましょう。あ、何もないですね。扉は便利ボタンかな。人がいますが、へさきには誰もいませんね。どうした坊や。船長に用ならそこの船室にいるぜ。了解です。まあ一応船の樽も調べていきましょうか。なんもないかな。この辺はね、ちょっと忘れちゃってるんですよね。何もないですね。船の後ろの方、あ、樽がある。樽がありますが、何もないですね。まあこういう感じでね、ダラダラとした感じになりますので、本当にね、その辺はご了承いただければと思います。まあこれも一つの楽しみなんでね、ついやっちゃうんですけれども、もうすぐビスタの港だと言っても何もない小さい港なんだよ。あんたら親子のためだけにあんな港に寄って行くなんて、船長も人がいいよな。まあ、パパス様ですからね。あ、何もない。じゃあ扉開ける前に右側の樽も調べていきましょうか。あ、階段がある。この人は、お、坊や、もうお腹が空いたのかな。おじさんの料理はうまいだろ。坊やの父さんとどっちが上手だろうね。パスは料理がうまいんですかね。棚は何もないですね。料理も調べられないかな。下の階。お、人がいますね。坊やの父さんは何かを探して世界中を旅してるんだってな。それがなんだか知らないけど、早く見つかるといいな。そうですね。しかし、こんな小さい子を母親がいなくて男で一つで育てたなんて、坊やの父さんは偉いよな。うん、偉大な父親ですからね。お、樽があるぞ。樽があるときは調べましょう。そして何もない。そう、このスーファミ版のドラクエになってからなのかどうかわかんないんですけど、移動が半キャラ単位なんでね、結構ピタッと止めるのが難しいんですが、うん、何もないですね。で、この宝箱は全部鍵がかかってますよね。うん、これはちょっと調べても意味がないかなと言いつつ、一応全部調べちゃうのが私なんですよね。鍵がかかってましたと。じゃあ船長にでも会いに行きましょうか。この扉ですよね。お、いますね。まずはこっちの人かな。坊やはお父さんと二人で旅をしてるんだってね。はい。あ、それだけ。本棚は特に何もないと。
こっちのお風呂場、あ、人がいますね。ガオー。お、泣かなかったな。偉いぞ、坊主。何をやってるんですかね、この人は。鏡も意味がない。うん、本棚は特に意味がなかったので、船長と会話しましょう。私がこの船の船長だ。坊やのお父さんには昔よく世話になったものだ。あ、そうですか。坊や、お父さんの言うことをよく聞いて立派な人になるんだよ。はい。あ、これだけなんですね、船長との会話。イベントかな。港に着いたぞ。怒りを下ろせ、頬を畳め。まあ、私いろんな動画で言ってるんですけれども、本当にね、あの船というか帆船が好きなんで、うん、いつかはねこういう船に、まあ、乗ってみたいなって思ってるんですよね。まあ、この船はちょっとねしょぼいですけれども、なんか大型の帆船とかね乗ってみたいですね。どうやら着いたようだな。お、陸地が見えてきましたね。陸地が見えてきましたが、ここが桟橋かな。お、停船。ちゃんとゆっくり泊まるところがいいですね。坊や、下に行ってお父さんを呼んできてあげなさい。はい。セリフ変わります。あ、坊や元気でなと、まあ、一通り会話していきましょうか。こっちの人は、坊やはと一緒ですね。船の後ろの方にいる人たちも変わるのかな。坊や元気でな。はい。船員さんたちともお別れになっちゃうんでしょうね。そうか、お別れか。寂しくなるな。元気でな。はい。まあ、まだ少年ですからね。別れもちょっと寂しい感じがしますけれども。あ、そっか、ここは誰もいないのか。じゃあ上上がって。船長は、下に行ってお父さんを呼んできてあげなさいということですね。坊や元気でなと。船員さんはセリフ変わんないのかな。いいか、男の子はどんな時でも泣いちゃダメだぜ。はい。俺たちはこの後別の港に向かうから、ここでお別れだな。うん、そうですね。まあ、よくしてもらってたんでしょうね、きっとね。じゃあ親父さん呼びに行きますか。港に着いたってよーと。そうか、港に着いたか。村に戻るのはほぼ2年ぶりだ。権現はまだ小さかったから村のことを覚えていまい。うん、覚えてないですね。では行くか。忘れ物をするなよ。はい。あ、一人で行っちゃうんですね。親父さんは？あ、いたいた。うん、どんな時でも泣いちゃダメだぜと。坊や、ここでお別れだが、たまにはこのおじさんのことも思い出してくれよ。そうですね。時が来れば思い出しましょう。忘れ物はないな。タンスの中も調べたか？これ家にするとどうなるんだろう。すぐに見てきなさい。父さんはここで待ってるから。あ、そうですか。タンスあさりは親父さん公認なんですね。タンスの中ももう調べたんで、OK です。じゃあ船長、ずいぶん世話になった。体に気をつけてな。あ、出航ですね。あ、ちゃんとボーって汽笛が鳴るんですけれども、帆船に汽笛ってついてるんですかね。汽笛じゃないか、無敵。まあ細かいことはいいとして、こういう船のね、なんか出航っていうか
こういうシーンってちょっとね寂しい感じがするんですよね。ここはイベントかな。パパスさん、パパスさんじゃないか、無事に帰ってきたんだね。わっはっは、痩せても枯れてもこのパパス、おいそれとは死ぬものか。ゴゲン、父さんはこの人と話があるのでその辺で遊んでいなさい。あまり遠くに行かないようにな。はい、じゃあ遊ぶって言ってもね何もないんで、とりあえず樽でも調べますか。何もないですね。あ、魚がいますね。まあ、せっかくね遊んできなさいとか言ってるんで釣りでもしたいところなんですが、さすがに釣りはできませんね。樽の中は何もないですね。お、人がいる。おばさん。2年ほど前だったかね、パパスという人がこの港から旅に出たんだよ。大切なものを探す旅だって言ってたけど、小さな子供を連れたままでどうなったやら。そこにいますけどね。え、坊やがあの時の子で、パパスさんは今の船で帰ってきたんだって。噂をすればなんとやらだね。うん、このおばさんも待ちかねてたんでしょうね、パパスのことを。で、タンスの中に何にもないですね。こっち側の樽は調べられない。何もないかな。何もないですね。薬草一つ。まあ、こんなもんかな。まあ、このまま外に出ると、またイベントでね、自動的に、まあ、話が進んで、まあ、ちょっとね、この先長くなっちゃうので、まあ、一回、今回はここで区切りまして、また次回ね、やっていこうと思います。まあ、とりあえずね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。